撃以外は流しません。うん流さないとな。じゃあなるほど、さっき流されたけどな、ね、チームメイトに。いやいやいや、これあれはもう足りてないね、 BB が、ま、うん、これ流されたの掴んだから、このゲーム。ほんと任しといて、このまま大丈夫ナスメだけどそっち2回も上がって確かに、あ、おかしいな、ね、なの。確かに2回上がったね。2回で、うん、だってそっちのチームまだ1回も上がってないんですよね。ほら積もればいい、積もれば、積もればいいの、積もればいい。まずい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 、どうしようどうしよう。これナイスリーチだね、このまま行こう。これ上がればリーチ棒もらえるんだな、レイド君から上がっても。確かに、うん、大事。うん、これやばいかな。やばいよ、当たれ積もればいいんだから、積もれば。いやでもさすがにテンパってるな、ちょっと。レーズンの力、レーズンの力で来い、レーズンの力、レーズンのロン、うわっレーズンのロン、レーズンロンされた。レーズン食べてたのにも。いやこれレーズンかも、うまっ。ちょっとうちの監督役に立たないんですけど。は役立たずいやいやいや、それはマジ聞き捨てならないね唯一しょっぱい枠だから、ちょっとそうもったいなくて、ちょっとすげえちょっとずつ食べてるもんな。なくなっちゃうね。で、なんでうまい、うまいんだよな。何をしてるの、ねるちゃんは。え、何すか、何してんの。うまいなって、レーズン、やっぱレーズン美味しいな。敵の上なんで全然俺から上がってもいいですよ、リードしてるし。イエスイエスイエス、はい、任してくださいよ。はあ、はあ、皆さんどんな顔するでしょうね。もうパン食べておっかな、こんなのは。はい。何？やばいやばいやばい。ちょっと待って。これあれかも、あれかも。こっちかも、こっちかも。おい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 。あれ。見たかー。おい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 。どうだ。もう決まったかな。ナイス。なんか。なんかやっちゃったかもしれん。強運もここまでだな。ここまでかな。さあ、人気出たんじゃないのか。お、まだまだ終わってないよ。麻雀ってのは、最後の最後まで何が起きるかわからないんですよ。そういうこと。あと6万点か。まさかの告示よ。オッケーオッケーオッケー。おい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 。さあと頼むよ。6万点ね。オッケーオッケー。麻雀を。さあと頼むよ。2連続で上がれば、え、足りないと。うん、足りない足りないとじゃないんだよな。でも直れば別に、直れば全然足りるよね。全然ありだ。6万点って考えるより3万点増やせばいいだけだから。あうわえ、簡単じゃん。簡単かな。何言ってんだよ、うん、おやばいです大丈夫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 やばいです。あ、行くぜ。何おいナイス。積もれば親かぶりなんで。そうだね、積もれば直撃と積もをちょっと狙ってください。確かに、もちろん任せてください。はい、俺頑張って。こんなのは積もる、うん、まあでも別にタカちゃんが漫画上がるでも全然いいしな。まあ確かに、タカちゃんはきつい。なんか絞り出すような声したね、うん、今ね。抹茶もきついね、これ。抹茶もきついよ、みんなきつい。あれ急走ってなんだよ、なんだ。味急走出てきたね。苦しいんですか。いや、これはエイド君から直撃チャンスですね。直撃を狙うものは直撃される覚悟がないと、うん、確かに、ね、直撃されそうだもん。やめてよやめてよ、ちょっと足引っ張らないでくださいよ。いやいやいや、マジで8000直撃4連続。やめてよ足引っ張るの。なんだなんだ、何あれ何あれ何あれ、やばい、あいつテンパってる、あいつテンパってる。俺もうねえわ、アンパイドキ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 これ俺じゃなかったら死んでるよ俺マジ手の中想像しかなくなった俺もう降りてるから。降りてんのか止めました止めましたよありがとう。4000点縮まった。うん、オッケーオッケー。なるほど、ね、ここ大事だ。このスケットの親を、ここだね、ここをもう何とかして飛ばさないと、うん、この10倍この10倍上がればいいのね。いやでも、ね、赤ちゃんに連チャンしてもらった方がいいの。そうですそうです、マンガン以上を直撃しないともうきついんで、うん、リーチかけて何でもいいんで、マンガン以上ローンしなければ見逃しちゃってください。俺絶対テンパるんで。任せてください。ナイスポン。いいぞいいぞいいぞ。ナイスナイス。これチーミングじゃね？
そういうルールなんだよな、今日は。今日はそういうルールなんだよ。こっからもうチーム出ちゃう。ナイス審判審判やってるやってる審判、アイスやってます。一旦試合止めてもらっていいですか、あいつ。はい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 、アイロンジャー、はい、ナイス審判、あいつわざと食わしたりしてます、審判。これがコンビワンが許されるんですか。余裕だよ、こんなの。これルール的にどうなんですか、今のは。なんでバリって、なんでバリって書いてあったよな。コンビ打ちダメなんて聞いてねえよ。でも、まだ何三曲俺のやつ。まあ確かにね。またコンビ打ち行くぞ、これ。台本には書いてなかった、コンビ打ち。確かに。ダメとは書いてなかったね。台本が滑る。あれ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 、相手はフォーム崩したね、これね。ねえ。いや、これいつもの俺です。いつもの俺。こんなのはいつもの俺です。いつも通りと。うん、うん、うん。ほれ。ほれ。おい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 。ほれ来てますね。こんなのがまかり通るのかよ。ほれ来てましたね、今ね。まかり通ってんな。子供たちが見てるぞ、松本。俺はもう、汚くても何でもいい。勝つの。いらね。おいおい、余裕だよ。おいおいこんなの余裕だよ。チートイツだ、焦った仕掛けで。え、ちょっと待って。え、終わったか、うん、あれこれもう、あれ無理だじゃないですか。 あこれ無理、あれ役直か、役満を上がっても足りなくね。あれでちょっと待って。あ、役満上がれば足りるか。役直は足りんじゃない。これ配信的に大丈夫ですか。200点足りない。なんか200点足んなくねえか、これ。これ、案件配信的に大丈夫かな。でもダブルだったらいいんでしょ。まあ、確かにダブル役満ならね。ちょっと待てよ、うん、相撲でも足んないけどね。大丈夫かな、配信的に。どっちかから役満、どっちかから役満を配信的にこれでいいのかな、うん、まあなんか勝った感は出る、うん、勝った感は出る。まあ確かに、まあ、確かに役満ちょくられたら負けでいいよな、うん、そうだね、役満がられたらさすがに。俺らもやっぱ男よ。そうよ、男ですか。男よ。でも食いたんだけで流すとかそんな絶対やっちゃダメ。案件の決着の仕方が食いたんは絶対ない。ネタで流すだけとかさすがにそんなね、うん、2個食べれないからな、いつも。なんだなんだなんだ、審判審判なんだなんだなんだ、審判も用意しとくべきだったな。これやってる可能性があります、審判。うわー八百長だと思います。ゲットだけじゃなくて審判も用意しとくべきだったな、この試合には。これはやってるわ。やっぱりベースブレッドパワーで役も上がったわ。まだ松本には勝ったわ。いや、スケットは同点だから、これ。確かに、スケットは同点。座り順っていうのがある。いや、これ座り順。おー、確かに。よっしゃーいや、よっしゃーかな。もうね、勝いっぱいじゃね、うん、そうかな。いや、ちょっとね、そのいっぱいの方がね、ちょっと点数なさすぎる人ちょっといる。役番出たね。まあ、でも、この案件配信で国士無双を見せる最後の一打を放ったのが誰かって話。ちょっと待って、撃ったやつが。撃ったやつが偉いの？確かに、2人で作った作品。作品だね、そうなの？ 2 人で。この4人でやっぱ選択した物語だったのかなと思う。国士を2人で作った。いや、レイド君だって、撃つ1分前ぐらいに、え、ねるちゃん何やってるの？ねるちゃん、ねるちゃんマジで目覚まそう、目覚まそう。あれ？レイド君のおかげでこの番組ができてる。目覚まそう、仲間だろ。まあ、確かに盛り上がったのはトーン打ってもらったから盛り上がった。対決とかじゃないから。そうないよ。案件配信でベースブレード食べてるやつが国士無双をまさか出すなんて。あんま聞いたことはない。普通ない、ね。うん、だってベースブレッドパワー出ちゃってるなって言った直後に国士打ってたら、ちょっと、うん、打ったっていうか作ったって言わなきゃ。出した、うん、国士無双出したよね。出した出た瞬間出たもん。出したみたいな、そういうこと。というわけで結果発表です、うん、はい、勝者稲葉跳ねる松本チーム、イエーイ。余裕あったな。まあ一旦ね、一旦ね勝者であるね、稲葉跳ねる松本義弘チームには優勝特典としてベースブレッド宣伝大使の就任とベースブレッド36袋セット、いやったー。これはいつ届くんですか。早めに欲しいです。毎日食べます。というわけなんですけど、まあ台本ではそう書いてあるんですけど、でもまあやっぱレイド君はね、やっぱベースブレッドよく食べてますし、まあ、レイド君にもなんか親善大使とかね、一緒にやらせてあげてもいいじゃないですか。お情けだ。お情けで？どうしたいるか、そんな情け。お情け大使だ。くそー。いや、レイド君もらっとこ。今日もまた
ただの一般ベースブレッド好きの人として